レイラです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、ということで今日は一人画角でございます。ちょっと緊張しているんですけど、今回の企画はレイラはどうやって垢抜けたの、みんなにその秘密を教えちゃうぞです。はい、ということでね、ピンクラテに入った時よりかは垢抜けているというよりかは自分らしさっていうものを見つけた気がするので、メイクとかね、見た目系で今回は話していこうかなと思います。ぜひ最後まで見てください。それではどうぞ。はい、ということでですね、まず体面、健康的な面で一個話すと、水をたくさん飲むんです。これはダイエットをこれからするよっていうことか、ダイエットを別にしなくてもこれは絶対にやった方がいいんですね、水をたくさん飲むことは。次はここら辺を紹介したいと思います。まず髪の毛をきれいに保つことが本当に一番大事だと思うんですね。だって髪の毛の範囲が広いじゃないですか。髪の毛ロングの方は特に髪の毛を整えることによって清潔感が出るじゃないですか。なので学生の方ってメイクできないじゃないですか。髪の毛で清潔感が決まるんですよ。本当に髪の毛って大事で、やっぱり髪の毛が綺麗だと、あ、この子清潔感が可愛いなとか思ったりすると思うので、ぜひ髪の毛は綺麗にしてくださいっていうので、どうすればいいっていう話なんですけど、まずお風呂入る前に皆さん髪の毛といてますか？解くことが一番大事なんですよ、お風呂の前にすることがね。私が使っているのはウェットブラシっていう、ピンクと黒の大きいブラシがあるんですけど、それが本当に好きすぎて、通常のでかいやつと、あとドライヤーでこう髪の毛を乾かす時用のブラシ、ウェットブラシと持ち運び用のちっちゃいブラシの3つ持ってるんですよ。ウェットブラシ本当にいいので、ブラシ何にしようかなって思ってる方はウェットブラシおすすめです。結構有名だと思います。次、ヘアオイルと洗い流さないトリートメントはつけた方が綺麗になるかなと思います。やっぱりこうドライヤーで乾かしてると熱をこう与えるじゃないですか、髪の毛に。それをちょっとダメージを弱く下げるためにヘアオイルとかトリートメントとかをつけた方が、まあ、ダメージは下がるのかなって思いますので、おすすめでございます。はい、でカラコンの話をします。でピンクラテ入った時は多分カラコンしてなかったんですよね。裸眼だったんですけど、カラコンをつけ始めた時は結構でっかいやつをつけて、もう目がボワーンみたいな、もう白目の面積がないぐらいカラコンをつけていたんですけど、カラコンは正直ナチュラルな方がいいです。ちっちゃい方がいいですね。結構グレーとかも好きなんですけど、今日はグレーなんですけど結構ちっちゃいんですよ。なのでこう垢抜けて見える、こうメイク上級者さんに見えるというか、もちろんカラコン大きい方が似合うっていう方もいるし、小さい方が似合うとか裸眼の方がいいとか人それぞれあるんですけど、私は小さい方が良かった。で写真が持ってきたんですけど、一個見せたいやつがあって、これが何て言うの、私結構黒目なんですよ。黒目なんですけど、これはカラコンがちっちゃくて、で茶色いんですよ。茶色なんですけど、こうめっちゃ自然に見えるの、めっちゃ自然に見える。これぐらいでいいです。これ最初は絶対これぐらいの方がいい。だんだんこう自分の好みに合わせていくっていう方がいいかなと思います。はい、カラコンの話は終わり。次、メイクは色の統一感を大切にするです。これは本当に見ていただきたいんですけども、ピンクラテ入りたての時は、まあ、アイシャドウはピンク、まあ、ピンク可愛いんですよね、ピンク。で、リップはブラウン。これなんかチグハグみたいな
ちょっとなんかどっちみたいな感じになっちゃって、本当にこれなんかちょっと変なんですね。なので一個これがあるんですけど、めっちゃ統一感あるくないですか、アイシャドウと。これが一番本当に大切だと思います。なのでピンクのアイシャドウつけたらピンクのリップとか、オレンジのアイシャドウでオレンジのリップとか、ブラウンのリップだったらブラウンのリップ、ブラウンのリップとかね、あるリップとかをつけた方が統一感はあるし、こう初心者感がないというか上級者っぽくなるので、まあ、それは一つのコツかなと思います。はい、次。それぞれの人のコンプレックスに合ったメイクをするのがいいです。例えばここの幅が気になるっていう方、ここの長さとか、まあ、私も気になるんですけど、そういう方は涙袋を作った方がいいです。そしたらここがちょっと狭まるのでとてもおすすめだし、あとここ人中っていうんですかね、ここが長くてちょっと気になるっていう方はシェーディングちょっとねここ入れたりとか、目がちょっと離れてて気になるっていう方は切開ラインとか、難しいんですけどね、やったこともないんですけど、あのやった方がってなるのでいいと思います。まあそれがね、コンプレックスに合ったメイクをするっていうのが一番大事なので、ぜひ皆さん研究をいろいろしてみてください。次、まつげ。次っていうかます、これ最後なんですけど、まつげです。これは本当に大事、まつげは本当に大事なんですよ。なぜかというと、一個写真見せるんですけど、これ裸眼なんですよ。裸眼で、でまつげバッサンっていう、もうなんか眉毛につくんじゃないかぐらいバッサンで上に上がってるんですけど、これぐらいしていいです。まつげ上がってない時と上がっている時と、こう目がパンってなるので、本当にまつげは上げた方がいいです。で、あの学生の方だと難しいかもしれないんですけど、まつパン、まつげパーマ言っとくとメイクは楽かなって思います。実際私も今ちょっとサボって行ってないんですけど、受験が終わったら行こうと思いますっていう感じで、多分まつげパーマ行こうとしている自分が多分いると思うので、あの、そうそう行きたいなって思います。とか、まつげの長さ、あ、まつエクとかもあるんですけど、私はまつパの方がいいかなと思います。以上です。ちょっといろいろバーって話しちゃったんですけど、いろいろ多分写真とかね、文字入れてくれてると思うので、ちょっと見やすくなってるかなって思うんですけど、あのぜひねこの動画を見返して、自分もレイラも可愛くなれるようにこれからも頑張っていくので、みんなで一緒に頑張りましょう。ということで、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。バイバーイ。